操作キャラクターを変えるのはマイナスボタンでするみたいですね。下のキャラクターのアイコンの右上に1が移動してますけど、あれがワンコンですかね。で、もう一つ勉強になったのがこのアーマーの装備ですね。これがアーマーの装備ね。ここ私この体だけだと思ってたんですけど、この状態で上下を入力すると、これだったらリストバンドと、あと頭があったら頭が表示されるみたいですね。というわけで買ったやつをやっと装備しましょう。というわけでちょっと装備をね買おうかなと思うんですけど、お金がないかなので、ちょっとレベル上げというかお金稼ぎをしようかなと思います。ちょっと今心ここにあらずでなかなか操作もうまくいってないし、プリティリボン買って、あ、意外と買えるか。バンダナないね。バンダナこれなのかな。だとしたらもうお金足りちゃったか。 B ボタン決定、 B ボタン決定で Y が自分で B ボタンを押して、あ、やっぱリストバンド系か。で、X ボタンで、仲間。で、これ装備して、これ装備できる？あ、できるできる。分かってきた。バンダナはないけど、前のとこに行くのもあれだしな。じゃあ、いっか。で、槍を装備できたから、槍を装備させてあげました。よし、では、もう一回、前、主人公が死んだところまで行こうと思います。レベルが1上がりました。分かったことがあります。このイバラは、ダメージ判定はないですね。で、時々、こっから先に行けないんだけどっていう時は、クリムが遠いところにいすぎて先に進めないっていうことだったんじゃないかなと思いました。なので、まあプリムの位置も確認しつつ前に進むっていう感じですかね。はい、というわけで、どんどん進んでいこうと思います。よいしょ。あ、気を失っちゃった。あのキノコ地味に邪魔だぞ。なに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 、ぼーっとしてる。バルーンなんか受けちゃった状態以上。どうしたらいい？あ、大丈夫だった。今、ちょキャラクター変更してみたんだけど。あ、このキノコ、あ、戻っちゃった。キノコ邪魔だな。ちょっと、こっちに行って、ほい。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 あ、ダメだった。ほい。オッケー。コウモリ初めてだね。ほい。あ、バルーン。魔法はもうなんか強制的な感じぐらいなのかな。あ、そんなバカな。今の当たるのかわいそう。あ、てか、せ、じゃない。せ、ちゃ。待って待って、操作が荒ぶってる。回復しようと思ったけど、まだちょっと早いかな。おお。HP0 の状態で回復できるのかどうか説明書を見て目に入らなかったな。どうなんだろう。おい、あ、ダメだ。おい、あ、ダメだ。単性って言うけどさ、当たんなかったら普通にミス扱いだし。お、ナイスナイス。技レベルアップ。槍がレベル1になった。よかったよかった。あら、あ、待って待って、やばいやばい。買ってきたのでまんまるドロップを使う。大丈夫？一回はめられるとお互いあれだね。よいしょよいしょよいしょ。
き。んーと、ほい。どっちに行けばいいかな。おう。待って待って待って。右上行ってなくない？あ、大丈夫か。オッケーオッケー。あの子は攻撃できないしね。で、おお！え、あ、え、出しすぎ出しすぎ。ほい。あ、モーグリ危ない、モーグリ危ない。あ、動けない？あ、待って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 。あ、待って、写真撮ってる場合じゃない。ちょっと待って待って。ちょっと待ってね。これ回復できるかどうかやってみよう。違う。あ、できないや。これはダメか。死んだら終わりなんだ。ここまで来ちゃったしな。ちょっとセーブしてあるし、もう先行っちゃってみようかな。モーグリ動けなかったな。たまたまかな。動けなかった気がするんだけどな。よしよしよし。オッケー。なんか動いた。戻ればいいのかな。そっか、草が枯れないな。草が枯れないから困った。なんだこれは。斧のような丈夫な武器でもないととても切れそうにないよ。ガイアのへそにドワーフのカツヤがあるって聞いたことがあるわ。何か武器、いい武器があるかも。しょうがない。ガイアのへそに行ってあげるよ。なるほど。じゃあガイアのへそに行って斧を持ってきて、ってことか。これって、錆びた剣装備できる？ぬっ。あ、できたできた、よかった。じゃないと積むもんね。オッケー、じゃあ、ガイアの変装に行きましょう。さっきはヨーマの森、こっから上に行ってたんですけど、下のガイアのへそというところに行きたいと思います。あ、そう、戦う？今ちょっと行動パターンをもうちょっと至近距離と攻撃寄りにしてみました。とりあえず戦ってこう。ほい。で、貯めるを1までやるようにしてみてるんだけど、ちょっと自分が貯めれないからさ、まだ。どういう風なのか分かってないかな。で、前間違えてきたっていうところが多分この辺だと思うんですけど、ほんとなんかね、この辺ね、迷う。すごいよく分かんなくって。オッケー。よいしょ。もう最初、キッポの村に帰れなくて、すごい泣きそうになってました。よいしょ。あ、あそこですね。おっと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 。ほい。ほい。ほい。そい。あ、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 毒受けちゃった。よいしょ。ほい。ほい。あ、ここは割と水の流れが穏やかで、あんまり流れに逆らわなくても大丈夫そうな感じですね。で、間違えてきたのがここですね。ここにニキータがいると。で、今は特に用はないので、する。あ、待てよ、セーブしとこう。で、この左側ですね。ここに来て、で、ちょっとコウモリを倒す。コウモリを倒す。お、なんか音がする。何、居眠りの音とか。え、これ敵なの？ゴブリン。
スライムだ。あ、え、分裂したよ。グリーンスライム。あ、待って、どんどん分裂してるけど。ハイファン1のさ、スライムの強さやばいよね。あれで私ファミコン版積みかけたんだけど。積みかけたっていうか積んだんだけどね。オッケーオッケー。ね、どんどん増えないこれ。ね、増えてるよ。なんかもう無限レベル上げができると言っても過言ではないぐらいの。もういっか、進んじゃおう。レベルが 8? 何の音だろうこれ。あ、このゴブリンが寝てるんだ。本当にゴブリンなの？ドワーフじゃない？このいびきさ、結構音大きくない？めっちゃ右から聞こえる。よしよし。え、これマグマ？あ、なんか出てた。フリフリフリ。パンチグローブ痛いし。よいしょよいしょよいしょ。あ、なんだ？フリフリフリ。お金かな？違う。ダミー多すぎる。かといって開けんわけにもいかんし、みたいな。ちょっとマグマスルーして、こっち側に。よいしょ。ゴブリン多いな。ガイアのへそっていうと、なんかこう世界の真ん中みたいな感じのイメージがあるよね。あ、なんかスイッチかな、あれ。このパンチグローブをさ、あいつに当てたいよね。あ、やった。オッケー。あ、水が流れてマグマが消えたみたいな、そんな感じだったりする？お、お、ほら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 、ほえー、なるほど。ちょっとコウモリスルースルーしたいけど、あの子がプリムが遠いとこに行くから下に行けなかった。あ、ここ通れるじゃん。プリムこの下行けるよ。ね、こっちは？こっちも行ける？あ、こっちは行けない。オッケー。じゃあここで下行って。おお！めっちゃいる。やばいやばいやばい。ほい。ほい。大丈夫？ほい。わ、またスライムいる。まあ、スライムはね、実際恐ろしいモンスターですからね。ドラクエこそ一番弱いみたいなモンスターになってるけど。あーらららら、ちょっと待って。こっちは？なんもないかな。こっち行ってみたい。なんか宝箱ある。よいしょ。行き止まり？ここもしかして。あ、行き止まりだ。よし、ラッキー。 RPG センサーが働きました。よいしょ。あ、魔法のロープ。へえ、どういうあれ、と武器、あ、なくなる系？どうなんだろう。これ魔女の森に使え、でもあれ無知って言ってたよね。まあ、使う時が来たらわかるでしょう。ちょっとこのノックバックさしといて。気にしなくていいよ。ちょっとスライムはスルーしてこう。よし、じゃあこっち。
気揚々と進みまして、あ、オッケー、ナイス、よいしょ、あ、入んない、よいしょ、ナイスナイス。こっち行ったはいいが、行かない方が良かった？ちょっと見てみて、進みそう？ここなしか進みそうな気配がするからごめんね。なんかいろいろ見たいっていう気持ちがすごいたくさんあるからさ、行ったり来たりするかもしれないけど、あ、行き止まりじゃん、行き止まり行き止まり。ちょっとプリム帰ろう。39か、まだ大丈夫かな。はめられたら一気に HP 減るしね、そこが問題。100と、錆びた剣は熟練度上がんないのかな。どっち行く？噂をすれば、待って、これプリムのあれなんだけど、プリムでランディを回復。オッケー、よかった。ちょっと待って、スルーしちゃ、あ、右違う、どいてよしよし、気にしなくて、あ、ナイス、すごい、フリ、マーマルドロップいいね、気にしなくていいよ、行こうと、あ、こっち側行けないんだ、なるほど。遠いね、ドワーフのところ。右、ん、ここなんか違う、途中までしか階段がない。ここでなんか、あの階段が上まで行きそうだな。あ、ない。なんということでしょう。よいしょ。ああ、オードが、オードの破壊力が。よいしょ。あ、落ちた。どういうこっちゃ？斧があったら、この、こういう系も壊れるのかな？ちょっと謎です。愉快な曲は流れておるが、あ、来たー、おー、ほにごめんなさい。以上、ここよりもずっと地底の方で音が澄んだ、誰かが穴でも掘ってんだべか。はあはあ、音がするとな、地底神殿なもんな、おめえずいぶんと昔っから埋まっちまったまんまだ。最近小さな地震が多いよ。ほれ、またおっかねえべ。音かと、さっき一人ぐらいいたような気がしたが、あ、もうどっちに話しかけたかわかんない。これは話しかけた。あれれ、あんた地上からやってきたんだべか。この前も妖精の子供が地上から流されてきたみたいだべ。偽物小屋にいるずら。そんな話をしてる人がいたね。ここはドワーフの村だ。引っかかっただ。最近小さな地震が読んだ。すごい自由に動くね。結構いろんなところを徘徊してるから、あ、話しかけてるじゃんっていうことがあるのね。とりあえず回復してセーブしよっか。プリムの寝姿見せるの初めて、私はちょっと見てしまいましたが、ではセーブします。テーブルもちゃんとあって、うんうん、
さてと。で、小さな妖精さん。あ、ここが鍛冶屋さん？ちょっとお話しする？お、ちょっとその剣見せて。どきゃこりゃ広い。放っておくと折れちゃうぞ。俺様はワッツ。あー、ワッツ、ワンでも出てきましたね。ねえ鍛冶屋さん、脚力で鍛え直すよ。お願いする。脚力でいいんだ。よし、ちょっと待ってろ。これ鍛え直したよ。こんな名刀見たことねえや。錆びつかせとくのはもったいねえ。見てるだけでうずうずするぜ。いつかは俺もそんな剣を作ってみてえもんだ。おろ、どうしたことだ。俺のハンマーが光り出した。え、それが聖剣？こりゃあたまげた。聖剣の力がハンマーにも宿ったのかも。すごいすごい。よし、試しに斧でも作ってみるか。また後で来てくれよ。マジマジ。あ、待って待って待って、聖剣の色が変わってた。見た今。サビが取れた。てか、あのダイヤ色ってサビだったんだ。聖剣がそういう色なんかと思ってた。この子は多分話しかけたかな。で、ここが防具屋さんと道具屋さん。買う。パワーリスト。パワーリストかと。もうなんか上のが出た。ちびっこローブ。ヘッドギア買おう。ラビの帽子。あー、パンクスーツ買っちゃおうか。で、パワーリストも買おう。でも意外とちょうどいいんじゃないの、お金の感じ。Y が自分で、防具 B をして、間違えた。これを装備。おお、やっと。で、パンクスーツ装備して、パワーリスト装備して、 X ボタンを押して、アーマーの装備のリストバンドをこれに変える。で、古い装備は売っちゃいますね。なのでちょっとカットします。よし、オッケー。で、ここにまだ行ったことがないぞ。ん？意外と広かった。左から行こう。あ、なんか勝手に動いてる。はい、いらっしゃい。ドワフ名物、ドワフ村名物の見せ物小屋へ。ご重力で見れるよ。見る。ショーの始まりだ。まずは世にも不思議なラビ男。男？ラビと男でラビ男。え、バカにすんな。あ、今ブーブーって言ってんの。さすがはお客さん、目が超えてる。それでは、正真正銘、なんとも珍しい妖精の子供だ。おお、シクシク。ああ、優しいお兄様、僕を助けてくださいませ。かわいい。さあ、大変だわ。お立ち会い。聞くも涙、語るも涙、涙涙の悲しいお話。この子には返さなければいけないお金が5万ルク。こうして働き、少しずつ返しているというわけだ。さあ、心優しいお客さん、100ルクだけでもいいから助けてあげてちょうだいな。はい、はいと言わざるを得ない。あ、大きくなった。ゲヘ、サンキュー、モーレイット。なんだよ、さっさと帰んな。うわぁ、ドワーフってこんな子なんだ。なんかドワーフは優しいイメージがあったよ。いや、まあ妖精ってこんなもんですよ。うんうん、知ってる知ってる。へへん、どうだい、オイラの演技力。あいつ結構涙ぐんでたぜ。私ちょろいからね。
なに、私の話し方はもうなかなかのもんだったじゃろ。ふふ、ボロい商売じゃ。聞こえてんよー。ここがステージか。なるほどね。なに、なんか、クリームすごいなんかこういうのうるさそうっていうか怒りそうじゃない？聞いてたよ。ドヒン、今の聞いてた？許してくだされ。この子は本当に妖精の子供なんじゃ。妖精の森に住んでいたらしいのだが、洪水に飲まれてここまで流れてきたらしいのじゃ。森に帰るための旅費を稼いでやろうと思うてな、ついこの子のアイディアで。この子のアイディアなんだ。へへん、オイラって才能あるんだよな。けけけ、これお前もお詫びせんか。ふん、悪かったな。面目ない。お金はお返ししますですじゃ。え、別にいいよ。あ、ちゃんと150返ってきた。別にいいのに。怒ってる。あ、話しかけられない。ちょっと、誰かは知ってるんですけど、ウィキペディア見ちゃったし、説明書見ちゃったし。あ、なんだなんだ？何か来る？おーおーおー、あー、なんだ？何？超カラフル。あ、え？こっから出られないんだけど。つまり、どうしたらいいんだ？当たってるから、あれが。壊れた。ちょっと待って、これ地味にね。てかパンプキンじゃん。地味に避けづらい。あ、わかった。これを跳ね返す。は？ちょっとよっ。届く？あ、届いた。あ、移動した？ない。ピキンがガードかなんかされた音か。あ、てかやばいじゃん。ごめん、気づかなくて。ごめんね、気づかなくて。あ、まだ早いか。あー、当たっちた。私も攻撃する。あ、まだやっちゃった。出てきた時にね。この時、今のも早かった。出てきたところをキュッキュッ。あ、今のダメージ入ってない。ほい。お、やったー、倒した。何だったんだ、なんかの種子、種、植物。あ、喜んでる喜んでる。やったーいいね、やったー素直だと思う。槍のパワーがアップ。